漁師涼香です。今日はですね、今原宿駅に来てるんですけど、人がやばい。ちょっと待って、本当に一人で回せないぐらい人がいるんですけど、今日はなんで原宿駅に来てるかと言いますと、なんとデートですね、本当にね、今ね、今日デートなんですよ。こんにちは。ということで今デート相手を待ってます。ほぼ初対面の方で、もうちょっとで来るみたい。原宿で撮るの本当に怖いんですけど、頑張りたいと思います。やばい、ほぼ初対面の方で、優しい優しい男性です。じゃあちょっと待っていきます。今日可愛いかな。りょうか人見知りだからめっちゃ緊張してる。りょっすはい、ということで今日はガチ山さんです。はじめまして、エスポールタイムのガチ山です。ね、やばい緊張するいやいや、みんな知ってるかな。ていうかまず俺を知ってます。知ってるかな。ガチ山さんです。知ってます、はい、初めまして。はい、初めまして。2度目ぶりだよね。そうです、実はほぼ初対面みたいな感じ。あ、そうだね。テレビの撮影で1回ちょっと、はい、ほんと30分とかだよね。はい、でもちゃんとお話ししたのは本当に数秒です。そうだよね。はい、初めまして、よろしくお願いします、お願いしますって言ってました。そうだね、全然ガチ山さんのことを私は知らないです。はいはいはい、まあ、俺ちょっと動画見たからはい、なんかなんとなくだ、北村匠海さんが好きとかね。待って、なんで、なんで知ってるんですか。いや、やっぱそれはね、チャンネル出るから。私もいつも動画見てるので。あ、マジで。めっちゃ見てます。あ、そうなんだ。はい、嬉しい。で、今日ガチ山さんに私が一緒にデート企画撮っていただけませんかって言ったら、お忙しい中 OK してくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。ガチ山さんです。なんか恥ずかしい。りょうかはまず最初にガチ山さんとお話がしたい。おう、まあ、まだ距離がちょっと遠いので、うん、はいはいはい、もうちょっといろいろ知りたいなと思うので、うん、どっかいいとこありますか。いいとこあるよ。お、じゃあちょっと連れて行ってもらいたいな。オッケー、じゃあ行こうか。はい、それでは早速デートしていきます。緊張するね。りょうかも買いました。イエーイ、初めてなんだけど。ガチ山さん食べたことないんですって。いただきます。あ、うまっ。いちご甘っはい、さっきずっとワンちゃんを可愛いって道端で言ってて、なんか途中歩いてて、あ、ガチ山さんいないと思ったらペットショップで待ってた。こんくらいの豆柴がいて、可愛くて見ちゃってた、ね、ずっと笑ってこうやってやってた。すごいね、なんか感動しちゃった。なんか何ですか。27歳親父、18歳高校生。でも大人っぽいよね。え、本当ですか。うん、ね、嬉しい。食べました。イエーイ。次なんですけど、うん、ガチ山さんおしゃれなので、りょうかに似合うおしゃれな服を選んでほしいなと思います。OK、 じゃあっていうか、俺が彼女に着てほしい服みたいなのをイメージして買う。はい、お願いします。じゃあ行きますか。はい、行きます。YouTube って初めてかもしれない。この喋ってるのとカメラの間を通るって今すっげー YouTuber からしたらめちゃくちゃおもろい通り方してる。ビゴーに着きました。イエーイ。選んでください。じゃあ1号で俺がおごったる。いいんですか。いいよ。かっこいい。あげる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 っていうことなので、はい、ありがとうございます。では見ていきます。はい、見ます。どういう系とかありますか。いや、だからちょっとストリート系に行こうかなって。はい、春先でも着れる。嬉しい。服装にしようかな。嬉しい。まずこちら右です。右ストップ。はい。お、ダウンベストです。持ってる。持ってないです。はい、買います。じゃあまず1点目ダウンベスト。やったー。よし、いや黒にします。すいません、僕黒好きなんで。私もめっちゃ好きです。あ、マジで。うん、いや、まず黒のダウンベスト。わーい。次、じゃあここストップ。はい、おー、やっぱりマジでわかりません。オッケー。もう決まりました。カーキのワークパンツにします。わ、待って、これは履かないかも。普段履かない。だからこそいいかもしれない。よし、きた。あ、ハーフジップめっちゃ可愛い。これ本当だ。リオカ好きですよ。ハーフジップ好き。はい、好きです。初めてだの YouTube でこんな。
親指が言うこと聞かなかった、全然。で、これ最近ニットもめっちゃハマってて、こちらのダウンも購入して終わりたいと思います。はい、ありがとうございます、はい、心配だわ。いや、大丈夫です。ちょっと着てみましょう。じゃあ一旦ちょっとお会計して。はい、じゃーん。結構多分顔小さくない？あ、でもそんな変わんない。いや、変わるよ。じゃあ行きます。はい、じゃあちょっと着替えてきてもらって。じゃあ行ってらっしゃい。はい、できました。あ、ガチ山コーデまで3、2、1、オープン。おお、え、いいんじゃない？可愛くないですか？え、めっちゃ良くない？可愛いですか？え、俺めっちゃ好きなんだけど。え、めっちゃ、なんかやっぱちょっと余裕あるストリートファッションっぽい。え、めっちゃいいぞ。めっちゃいいぞ。いいね。これは俺の中で100点です。私は100点です。おー、よかったよかった。このままプリクラ撮りたいと思います。はい、ド緊張してます。やばい、曲がってる。始まる。めっちゃ緊張した。ガチヤマさんが映ってない。なんかガチヤマさんに落書きしてほしいなって。任せな。お、頼もしいです。イエス。え、いいじゃん、めっちゃいいですね。オッケー、残り1分だ。いいじゃないですか、こんな感じ。さあ、皆さん、ついにお店までたどり着けました。たどり着いてしまいました。もう結構おしゃべりしすぎちゃった。ね、じゃあもう食べていいですか？じゃあいただきます。どうぞ。俺さ、エスポで1年間パスタ禁止だったから。あ、知ってますよ。1年ぶりのペペロンチーノ。え、いや、食べてなかったってことですか？ペペロンチーノは食べてなかった。カルボナーラとか食べたけど。カルボナーラ私一番好きです。でも嫌じゃない、こんなところにガッツいてる人が。全然、だからそれこそめっちゃ食べるってお話聞いてめっちゃいいと思います。私、美味しそうに食べてください。すいません、これもう一個もらっていいですか？はい、めっちゃ美味しいです。あ、ありがとうございます、うん、止まんなくなっちゃった。しっかりしてんだけど、喋り方がなんか妹っぽい感じするな。うん、しっかりしてますか？しっかりしてるんですよ。嬉しい。やだ、喋り方ですか？18でこれは落ち着いてるでしょ。ここ見ながら言わない。ねえ、皆さん落ち着いてます。落ち着いてる、落ち着いてる。わかんない、でも俺の知らないとこでめっちゃはっちゃけてるかもしんない。うん、いやーとかって言ってるかもしんないけど。わっさーわっさーギャッスギャッスイエイエイパパパパみたいなやってますけど、初めて会ったテレビの撮影の時マジでびっくりしたもん。私、あの、ジャンさんテクテクってきて、元々でも誰来るんだろうと思ってたんですよ。びっくりした。最初挨拶優しかったです。でも冷たかったっしょ最初。めっちゃ冷たかったです。なんか、はい、これ気をつけてください皆さん。俺初対面苦手なんで、うん、その話しました。さっき私、怖いと思われても丁寧に言った方がいいかなスタンスで、あんまちょけれないんだよね。今日もちょっと静かだよね。何がそんなおもろい？え、意外なんですよ。あ、静かに見えなくないですか？いい味出てんのこれ。いや、今日とかじゃないもん、これが普通だから。そうです、だから素でいてくださいってね、さっき言われて。めっちゃ素なんだよ、今日。私最初めっちゃ緊張してました。だって今もそんな慣れてない感じで言ってたじゃん。なんか、やっぱ普通だから、この学校ちょっと兄弟感、なんかお兄ちゃんの半期だよと。うん、でもデートって言ってもわかんないけどな。わかんないですかね。わかんないわかんない。ねえ、だからこっちで確認すんだよ。さっきこっちで確認すんだよ。なんか癖だね。めっちゃ話してたよね。やばい、なんかごめんなさい、撮ってない。
かすごい知れました。いいギャップがすごいあってもうみんなに届けたかったんだけど、でもさ、なんか仲良くなれた感じするけど、なんか仲良くなれたなとか言っていいもんなんかな、なんか年の差やっぱ見てくれも含め、なんかちょっと危ない、いやいやいや危ない感じに思われないかな。いや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 、全然大丈夫ですね。でもだから逆を言えば、俺がこんだけ素で入れるっていうのが多分大人っぽいんだと。ね、嬉しい、本当今日一番嬉しい。あんま喋んないから、ずっと。なんか私も最初は緊張してましたけど、まだ緊張してるな、その感じ。緊張してましたけど、ちょっと仲良くなれました。距離、絶対なんか微妙な距離。おい、やば、似合わな。じゃあコートやってみてください。コートか。かわいい、じゃあ。クリームパンみたいな。ということで、中電キャンセルでした。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。なんか本当に楽しかった。うん。俺も緊張してたよ、今日。車で。めっちゃ楽しかった。いや、嬉しい。てか、ごめんね。今の言い方悪いの。冷たい。これ今、素なんです。皆さん、すみません。今のもう一回流してもらって。めっちゃ楽しかったです。めっちゃ楽しかったです。またどっか行きたいな。確かでもマジで動画伸びたらね、俺もさ、そうですね、個人チャンネルもやりたいから、コラボお願いします。よろしくお願いします。今日は私の、本当お忙しい中来ていただいたので本当にありがとうございます。今日は私の原宿デートに付き合ってくださってありがとうございます。皆さん、ディスコワルドライブのチャンネルと、はい、皆さんもご存知だとは思うんですけど、まだ知ってない方はあります、はい、よろしくお願いします。あと僕インスタと TikTok もやってますので、ツイッターもやってますので、皆さんぜひ登録お願いします。はい、ということで、りょうかちゃんとガチヤマくん、最後の最後にくん付けしてきたって、いや、間違えた。ガチヤマさんとりょうかちゃんがいいなって思うから、チャンネル登録のままよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。楽しかったです。